えっと、一,人一人芝居というか無観客試合なんでねちょっとマスク取らせてもらいますわはいそれでは今日はね何の動画かと言いますと「えー、論文サルベージ」ですね、えー、これでございますよ「論文サルベージ」ということで、えー、3月下旬からねあスタートいたしますんであのー、一つよろしくお願いします、えー あのこれね結構続いてるんですよ8年連続ですからねこれあのパッとしないゼミだったらもう企画倒れに終わりますけどこれ8年続いてるっていうのはもう結構すごいことですよええー、でまあ特徴を言いますわね、えー、普通のゼミと何が違うのかということなんですがあーまあゼミっていうと例 あのまあ、論文系のゼミってまあちょっと当連に似ておりましてねあまあ実質当連と同じなんですよ。ただそのある程度の人数、まあ、20人とか30人の中でいろいろこう議論し合ったりっていうねもともとゼミってそういうものがありますからね大学のゼミみたいに、まあ、そういうその限られた人数の中でやるというまあ ただ実績には通れんみたいなところがあります。で私のゼミはね、まあ、ただの通れんみたいなもんじゃねえぞというところを言いたいのはね、えー、この、えー、サルベージテキストね、はい、これを新定いたします。であのー、ゼミで書く通れんって数が限られてるんですよ。これは例えば10回じゃないですか。そうするとや、ねあのー 特実,特実はね1問だったかなはいそうするとね、えー、あ1問っていうかみんなそうなんですけどだ12345678910ああ10問か結局はいだからまあ10問しか書かないんですよええー、そうするとねなんか少ないですよねええー まあ、ところが私のゼミはこのサルベージテキストっていうのがついてるんで、まあ、ちょっとすいませんねあの今私が持ってきてるのはこれ去年の去年のねえー、あのこれいろいろ書いてるからちょっと待ってねこっちの方がよ、うん、きょ去年ねさあサルベージゼミってサルベージファイナルっていうのとまああの兄弟分なんでちょっとすいませんねサルベージファイナルってなってますけど。 まあ基本的にサルベージテキストで,す、はいはい、でね、あのー、これがどんぐらいあるかというとねええー「特実があのー、すごいねこれ「特実が29問もあるんだね30ではなかったなあ30まであるかああこれそうですよ「特実30」まであるんですよ。うん、それでえー、っと「衣装」が「 あの15ぐらいまでありますわ。ね、で商標も15ぐらいあると。えー、ほらということで、えー、60問あここに書いてますやん。ねここに今証拠として見せましたからねええー「特実30」「衣装15」「商標15」の60問ですよ。ねすごいでしょまあこれはね 本試験の過去問集ではありません本試験の過去問集はね、まあ、別途私がほら「理想と現実」っていう講座やってますからまあそっちの方に委ねます。まあ、ただレベルはね本試験と同レベルの応用問題集です。もちろん近似の法改正にも対応済みというところはねあの安心ですわね。えー、で知識的に穴がなくなるように編集されていますので。 まあじまあ、事例問題ももちろんあるし一行問題もあるぞということでねバランスよく向上させます実力をはいで短期集中高密度っていうことですけどまあ1週間に2日ペース、えー、ちょっとこれね大変かもしれませんがちょっと具体的に見てみましょうかああこんな感じですね。なるほずこるほずはい カックラ菌の大放送じゃありませんけどカーキンですよね、えーえー、あの結構この辺は、まあ、2週連続であいや3週連続ですね同じですけどちょっと合間がきますねこれいいんじゃないですか逆に、うん、ち,ょちょっとねスケジュール的に、えー、っと1週間空く感じですかねそうやねだからちょっとねここにあの仕切りの線を入れさせてもらうと ちょっとこう中っというかあのこういうの待ったうがいいんじゃないほらちょうどいいじゃん。ねちょっとあの3週は苦しいけどねこの12回3回4回1週2週3週ねちょっとあの中日も設けてさ、うん、それでまた気分を新たにね第4週第5週という感じでね、うん、そんな感じになっておるんでえどうでしょうか まあだからあ、まあ、完全にそのもうぎゅうぎゅう詰めではないですから、ええ、そのぐらいのがちょうどいいでしょうねはい、えー、それではあのー、まあ実際論文試験はねあも,もうちょっと後とっていうか8月下旬って書いてましたね特許庁のホームページにはねまあでも この,この期間内にあの固めておくっていうことがすごく大事、ね、これが短期集中型ですよのんめんだらりとやるよりねガッとこうあの身が引き締まるというかね、えーまあ、そういうところがあります。はい、で、えー、とあここに書いてある短期集中の高密度なゼミ」というのは、まあ、そういう意味が込められておると。ねうん、あの 何事もそうですよ短期集てでガッとやる、まあ、仕事もそうだけどのんべんだらりとやってもねいつまでたっても終わりませんわねはいであとこのえー、っとねああこれね添削するんですよ俺がああこれちょっと黄色で塗ろうかこれあの当連の解説はもちろん俺がやるし答案の、えー、このねあの当連の問題これ。 これはもちろん俺が全部採点するよ責任持ってね軸はぶれないからで、まあ、私のねあのー、まあ採点に関してあの自慢できる点を言うとあのー、今年のまあ今年でいいよね今年の合格者の合否をあのー、ほとんど当ててますええ今んところね1人だけ外れたかな まあ、あの全員が報告来てるわけじゃないからね一人だけちょっと外れてるんですよあのただ受かるっつって落ちた人は一人もいませんこれだけはもう本当にねあの間違いないです、ええええ、ただ「落ちる」って言って受かった人はいますまあいいよねあの受かるっつって落ちるよりいいんじゃないの、うん、おあんた落ちるわっつって実は受かってたっていうのは一人いますあとは全部当たってます、はいまあ、そののぐらいのねもう 私もかれこれ講師歴20年やからねあまあそのぐらいの目利きは持ってるつもりです。はいはい、ということでねあ,のあとね、えー、っと宮口講師の印鑑あ俺, <laughs> 俺が俺の宮口という印鑑じゃねえけどねあのレックの印鑑がついてるんですけどあの、まあ、最大10枚ね進呈しますので。 あのまあ、それはこのゼミの登壇とは別にということですよ。いいでしょう最大10回まで。うん、これねまああのそうね、まあ、もっとお願いしますって言ってる人もいるんだけどちょっと俺もねあのオーバーフローになっていろいろなところに迷惑がかかってるんでちょっと申し訳ありませんけどねえー、っとあのそうまず問題の配布しませんので。 まあそんな特許庁のホームページ見れば載ってるんでね本試験あと俺の理想と現実とか撮ってればあと10枚超えての添削はしませんので、うん、であとね期限がその添削対応期間ねこれはあのゼミの実施時期とほぼイコールだと思ってくださいえただねあのちょっと言わしてもらうとあのはや早く申し込んだらまあそ,その権利は ああ、そうかそうするとうんそうやねいや何が言いたいかというと早く申し込んで早く書きたいという人はどうなのかっていう論点があるなあでもねこれは守ってたださこういうのはいいじゃんこういうのはいいと思うんだよあのなるべく皆さんが早く申し込んで自主的に勉強できるようにこのサルベーテキストはね早く俺作るわなるべくうん。 でそのまあ答案をね例えば書くとするじゃんでそれは俺が印鑑を押してるわけじゃないんだけどあのまあなんていうか俺がチェックするからね、まあ、あのほらその人が何枚出したかっていうのはチェックするんで、まあ、最悪あの俺が印鑑をあの押してない答案用紙をね、まあ、出してもまあまあええわ。うん あただあれよあの俺数えてるからこの人も何枚出したっつってねだからまあずるはできないよね,ねまあそんな感じであとえっ、ー、と何これゼミ以外のフォローアップ充実とえしょうがないなこれ緑で塗るみ緑は理由付けだから赤にひとくわゼミ以外でのフォローアップ充実しとるよとまあコロナ禍でねあの通学が心配な方もいらっしゃるでしょうね まあだから欠席フォローがついているので安心ですよ。ええ、であとねあの当案もね PDF ぐらい皆さんできるあああのファックスファックスはちょっとねあの今うんできないですよだから PDF で送って PDF ぐらい皆さんもできるやろ、ね、ちょっとこれできないとねちょっとあの天然 天然記念物的なものになっちゃうんでねええー、まあ PDF 送信してくれよ、ね、そして俺がまたそれを採点してよねっ PDF でまた逆に返信しますからあ去年もそんな感じだったんだよええー、まあまあそれで十分成り立つというかね、うん、これも新宿エルターのメールを教えますから、はい、ええー、まあそんなところですよねうん。 で35名というねまあ大体ね、まあ、こんな感じになるんですよ人数的にもちょうどいいあんばいに。ね、でこれ何合格者が何か言ってますね。えー、宮内先生の担当あ論文サルベージゼミは3月中旬から1か月そうですね今回はまあ1か月以上かかってますけどね、えー、週2回の特訓ゼミであの、まあ、どういうところが鍛えられるかというね 参考になるんで見ていきまましょうか、ま、ず、ね、大迫力これつきますよ、うん、大迫がね一番やっぱり論文で重要ですよ答案構成力、まあ、下書きの力ね、うん、で実際に答案を書く力、うん、でその辺をまあ向上させることができる三密一体的に、はい、で本選では毎週2回当連および三輪先生による解説重要項目の講義が受けられ 個別の点数ね俺のままあ軸はぶれませんわ他の人が採点しませんからね。うん、で仕事の合間に、えー、週2回の当連講義はハードですよそりゃ。で直前期の中だるみを防止する。そうねこれ理由付けにしようか。ああ中だるみ防止ですわ。あであの何て言うかねいい意味での習慣化するんですよ。こここでこうきついけどこの 習慣いい意味の習慣が身につくからねその後もそのペースで何か勉強できる、うん、これが重要なんですよ、うん。最後まで集中力を取らざるとと途切らせることなく勉強が継続できた、うん、そうね、まあ、いい習慣っていうのはねやっぱりこう努力して身につける必要があるよ悪い習慣っていうのはほらもうぐうたら生活とかねそういうのはもう努力しないのすぐ身につきますけどああ そのいい習慣化づけだよね習慣化のためのきっかけだよなそれもこの「論文サルベージの」あの担うところではないでしょうかああそうでこの人はね今度は女性の方ですかこれこの,フォあこのフォルムからして女性の方ですよね、うん、でええー、と適素非常にね、えー、よくまとまっているとそうこれのことですよ論文サルベテキストね、うん で問題数が多いです。そう。60問もある。内容も本試験レベル。このテキストをこなせばあ、ほとんどの問題をね、網羅できると、そういうことですよ。で、また、テキストの模範とは、あの完結とはね、ええー、だから、無駄なく型とキーワードがね、盛り込まれている。そう。いいこと言ってるよね。そうなんですよ。えー、まあ、ただねな、長いのもあるんだけどね、ただ、あの、まあ、例えば、パッと見た感じね。 えとほらこ隙間が結構あるでしょ、うん、でレックの模範案っていうのもぎっしり書いてますからね、えー、私はね、まあ、あんまりそうぎっしり案好きくないんでね、あのー、結構ほら、ね、別の案もこんな感じでしょこれがやっぱねいいんですよ、うん、あとほら見出し重視ねほらパッと見た感じ見出し重視でしょだからねどこに何が書いてあるかが分かりやすいんだよねあということで、えー、これをね 何度も繰り返し活用することで本試験では何が出ても大丈夫そうでね私もある程度そのあの的中も狙ってるんですよで、まあ、ただ完璧ではないねあの的中が外れることもあるただ私がね皆さんに声を大にして言いたいのはねその「的中が当たろうが当たる前があが揺るぎない力」っていうんですかこれをつけたいんですよああだって例えばこういう人もいるからね せっかく俺のあれで講座でさ的中してんのになんか気づきませんでしたっていう人もいるんだよ。だそれじゃ意味がないやろだからどっちにしてもその「的中的中しない」に関係なくその揺るぎない力をつけると、うん、そこはねこの何が出ても大丈夫みたいなねところにつながってくるんだと思いますよ。ねえ。まあ、要するにね、まあ、最低限のその、まあ、失敗しないレベルのね あの乗り切り切方っていうのがあるんですよそういうねノウ,ハウ的ノウハウ的なところはやっぱりそのただのねそのレジュメだけ見,見て分かるというもんじゃないから私やっぱり現場でねあの乗り切り方っていうのかなその困ったぞっていう時の乗り切り方まあそれはもうノウハウになってくるからねこれも現場で教えるわ。まあそんなところですから、まあ、皆さんねあの、まあ、日程的にまだまだね えっとまだ2月の、まあ、上旬だけど、まあっという間にあと1か月経つからああそろそろ考えてくれよこれね、えー、あのサルベージデミ新宿エルタワーだからね、えーまあ、新宿の駅から歩いて3分ぐらいかなつな、まあ、がってるからね分かりやすいよああはいでさっき見たようにあの 来れないわという人もいると思うんだよねこの日は来れないわとでもえー、っとあの欠席ウェブフォローがねついとるもんじゃきうんまあだからそこは安心だよなええー、いいですかまあ去年もねあのまあほらちょうど思い出してくれよ去年の今頃じゃんこれ緊急事態宣言が出たのねまあだからほら今の緊急事態宣言よりも厳しかったからね もう予備校もなんかまあ来るのもね。あの憚られるようなシチュエーションだったでしょ。今ほらもうみんな緊急事態宣言してもさなんかもう。もう屁の河童じゃないけど、もうみんなね。あ,あの出歩いてるけど、うん。去年は本当ね。もうあれですよ。途中からみんな出なくなったです。わ。うんまあ、それでも私があのオン,オンラインっていうかね。まあ、ちゃんとあの添削も pdf とかでやりくりしたからね。 みんなの満足げに、えー、受けてましたはいまあそんな感じですわえー、えー、じゃあ皆さんの合格をね、あのー、心より、えー、祈るとともにそしてその、まあ、サルベージに出て、えー、なんていうかその安心してね、えー、試験に臨むねその心配な状況でその臨むんじゃなくてここまでやったんだからもう。 大丈夫だろううというある程度の自信を持って本試験に臨むことがあやはり精神衛生上いいのかなという気がしますからね。はい、あの最後に言っとくけどねた担当のある人もあのどうですかという質問くるんだけどうんそれはねその人次第なんだよね。例えばね入門の人は、まあ、担当の方優先した方がいいかなそら。ね うん、ただ幸いなことに2か月遅れてるから試験日程があのいつもよりはね出るなとは言いませんよ。うん、まあたまにいますからあの担当には絶大なる自信を持ってる人もねいるからそういう人は出ていいんじゃない一発合格狙いで。うん、であの,あのなんだっけほら、えっと、三審組の人これは出ていいんじゃない三審組っていうともう一度担当受かってるんだからねなんとなくこうあのパターンも読めてるでしょ。 この試験までの,そのスケジューリングとか、ね、あのレベルとかね、うん、そうじゃ人あまあ,あの出てもいいと思うよ俺は、うん、論文だけの人はもう迷わず出てくれよという感じです、はい、じゃあ皆さんね、えー、あのこのサルベージゼミでお会いしましょうやねえ8年連続吸収してますからねサルベージだよあの トリアージっていうのはもうあの見込みのない人は見捨てるっていうやつですからね違いますサルベージ見込みのなさそうな人も引き上げる実力をそういう意味が込められてますからねもしあのもう実力のない人は見捨てるっていう趣旨だったらもう名前変えるから俺が論文トリアージゼミねまあでもそういうのも面白いかもね今後やってみるわあの論文取宮口聡氏の論文トリアージゼミっていうのもねもうダメな人は見捨てるっていうゼミ。 これもちょっとね。あの試行錯誤で今後やってみたいと思うけどね。これは大丈夫です。あの、おち、あの、落ちこぼれを救う。ね、実力のある人はよりそう。そういうゼミだから。オッケー。はい。じゃあ、あ、えー、プロモーションビデオ終わります。はい。ええー、レックセンリン講師の宮口がお送りいたしました。それでは皆さん。えー、またお会いできる時までごきげんよう。